大量に身置きしたやつが取られてました。あーショックだ。さあ本当にこれ道沿いに落ちとる木なんだけど、これありますね。これも身置きしたやつだけどいっぱいあります。本当に道路に落ちてる木です。木はあの木が折れてこっちに倒れてきたんですよ。これありますね。取りましょう。取ってください。いいやつですね。ちょっと大きくなったな、うん、腐ってない。でかくなったね。でかいけど腐ってないやろ。腐ってないよ、ね、あいっぱいあるよこれ。あるね。はい取れました。これはどうしよう、取っとく。ちっちゃいなまだ。とりあえずこれ身置きしときましょう。取られるかもしんない。さあ先週全くなかった木なんですよ。先週全くなかった。出てきました。お、お、むっちゃあるやんこれ。あ、むっちゃあるやん。取れるか。あ、むっちゃ出てきた。ここはさすがに誰も来んと思うけどな。あと身置き、うん、はい、身置きします。誰にも取られないように。さあこの木も出てきたな。出てきましたね。あそこ一個ある。出てきました。おおおおおお、出てきた出てきた。これ来週だな。すごいことになるぞこれ来週。誰も見つからないように出てきました。料金がたくさんあります。実はこの木切られて持ってかれました。こんなん切って持っていくかよ。身置きにしとこ。あ、さあ先週身置きしたやつが、おお、ありますね。ここは取られてない。やっぱりここはわからないでしょ。ある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 、ありましたありました。どうしよう、これをちょっとサムネイル撮るかな。こうやってこんな感じで、よし、撮りましょう。次の場所行きましょうかね。取りました。天然の乾燥なめこ、これでかいね。これでかいし、いいですね。はい、次の場所行きましょう。うわー、この木も出てきましたね。これを、うわー、これ出てきた出てきた。むっちゃあるな。来週すごいことになるけど。わー、あの上の方取られとるわ。これ出てきましたね。これもある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 、あったね。いいのあります。じゃあ取ってきますよ。これおー、いい感じ。最高級なめこ行きましょう。次に、ね、うん、来週だな。あ、出てきとるな。でもさ、出が悪いよな。来週どうなるかやね。はい、ではあの上を取っていこうと思います。この鎌見てください。このアユ、アユの竿の先に鎌をつけてこう伸ばしていきます。こう伸ばしていきます。そうするとこれこのように取りやすくなりますよ。いきます、取ります。1年ぶりのなめこシャワーです。うわー、なめこシャワー、なめこシャワーです。はい、こんな角度が悪いところにもあります。取れるかね。取れますかね。はい、取れますか。お、取れるかね。ここにあるんだけどね、角度が悪くて取りにくいんだよね。え、木に登りましたこれ。よいしょ。
うわ、危ねえ、滑る。ほら、行くよ。いいよ。おお、それ、ちょっといい。うわぁ、うわぁ。めっちゃ落ちてくる。よしよし。よし、はい、うーこれ見てください、ムキタケがすごいじゃない、これムキタケ。うわムキタケすげえ、マジすげえムキタケ。うわムキタケ、ムキタケ、ムキタケ、ほれすごい、もうムキタケ祭りだよ、これムキタケ祭り。うわほれ、うわすごいすごいムキタケ。さあ、ムキタケすごいな、これ。ムキタケ、取ります。ムキタケです。切り口しっかり見ましょう。白で、これはムキタケです。ムキタケ。いいムキタケだね。これ見てよ。すごい。栽培しとるみたいだね、これ。本当に。何これ？何これ？なんかついてる？やばい、これ。分かる人なんかご一報ください。これ何？ムキタケの裏に何かついてる。今年はすごいな、栗タケ。結構な量あるよ。これ、栗タケですよ。取っていきましょう。おお。さあ、お家に帰りましょう。さあ、料理していきましょう。結構ありますね。これをこれから下ごしらえしていきますよ。皮を剥いていきます。はい、沸騰したお湯に入れていきます。チャカメカファイヤー。はい、これ入れていきます。あー、何やってんだ俺。あー、溢れた溢れた。チャカメカファイヤー。はい、茹で上がりましたんで、ちょっと洗いながら皮を剥いていきます。むきたけ。ほら、このように皮が剥けるんですよ、ほら、皮が。薄皮。ね。こういうの剥けるんですよ。こんなんで使ってやって。このむきたけ。はい、これ。このように、ね、剥けます。下ごしらえ完成したんで、この、里芋の煮付けの中に入れやす。これをドバッと入れ、味付けはなんとこれはね、本だしとめんつゆのみなんですよ。栗たけのスープです。はい、できました。むきたけの煮付けです。里芋と一緒に煮るとうまいんですよね。さあ、行ってみましょうかね、このむきたけ。どうでしょうかね。ん？むっちゃうま。うん。ま。うんうん。うん。まじうめ。うん。里芋いきます。うまっ、本当に最高。栗たけスープ、これいきます。あー、うん、うまっ、うんうんうん。そしていつもの青いやついきます。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。バイ。